室生寺は奈良時代後期に興福寺の僧建教が創建し、後に弟子の秀円が現在のように整えたと伝わります。女人禁制の高野山に対して女性の参拝を認めたので、室生寺は女人高野とも呼ばれます。毎年4月から5月は尺投げが、晩秋にはもみじが伽藍を染め上げます。室生寺は室生山の山麓から中腹にかけてが伽藍になる山岳寺院で、自然石で作った石段の多いのが特徴です。石段を登るごとに次のお堂が現れ、この鎧坂を登った先に金堂と弥勒堂があります。段差のある土地に立ち、山岳寺院によく見られる掛け造りという手法で建てられた金堂、釈迦如来立像、十一面観音菩薩など平安初期の仏像が安置されています。弥勒堂には釈迦如来座像と弥勒菩薩立像が安置されています。金堂横の石段を登ると本堂が現れます。さらに石段を登ると、緑の樹林の中に朱塗りの柱と白壁が美しい五重の塔が見えてきました。高さが16メートル。屋外に立つ五重の塔では日本で最も小さなものです。五重の塔から奥へ、原生林の中を奥の院まで720段の石段を登ります。見えてきたのは奥の院、御影堂です。屋根の頂上に石の炉盤が置かれた珍しい造りの建物です。原生林の間から真下に室生の里と室生川が望めます。